今日はですね、また再びなんですけども日吉神社っていう場所に行こうかなと思います。前来た時はこういうのなかったんですけども、ちゃんと駐車場が置くような感じになってて、まあなんか行きやすいような場所なんですけども、実際ね、あの下からね徒歩で登る登山的な感じで行けるんですけど、上からでも行くことができます。すごい木、僕テレビ、昔のテレビですね、昔のテレビが昔の車ですね、もう今全然見ないような昔の、今の車と比べても相当ちっちゃいですね。で、今ものクーラーが車ごと山に捨てたのかなと思います。ホンダって書いてます。神社はここからね行けます。これ私有地、立ち入り禁止みたいなの書いてあるんですけど、この先がダメなので、こういう感じで線引いてます。この玉野市の、観光スポットですね、4つここあるんですけども、1つ目はですね日吉神社っていうのを今日行きます。おそらくこれが昔からの何かの通り道だったんでしょう。河原がありますね。でちょっと段差があったりするんで、おそらくこの辺には昔家があったのかもしれないです。こういうのもおそらく土台ですよね。行ってみます。そうですね、こうやってね、
この周りは、まあ、立ち入り禁止だったりするところあるんですけども、実際まあこの、まあ、予想、まあ、推定なんですけども、まあ、この神社に行けるようにこの土地の方が、まあ、通れるようにしてるのかなと思います。もう本当に雰囲気的にはこの辺は家があったんでしょうね。なんかそんな感じがします。ここもあの崩れた家ですね。おっとおっとっとっと、屋根が見えます。すごいな。で、その奥にもまた形として残る家がありますね。もうあの竹の中にあるので、なんかよくわけわからんくなってきてますけど、もう中身が見えてます。明治時代、それ以前の家かな。すごいな、この立派な柱、木の柱、土台じゃなくて、まあ、木の柱か。すごい太いのと、すごい手作り感を感じますね。今のような機械で皮を擦ったような感じじゃなくて、もう手でね、まあ、手で擦ったような感じですね。で、鎖が見えます。ここ今なんか鍋とか吊るしていたんでしょう。まだ油かな。そしたらここにも家が建ってたんでしょう。
これがあのかやぶきですね。でその上に、まあ、鉄板床かトタン床か引いて、まあ、よくあの今でも残る県北の方でよく見る家の構造ですね。向こう側からね見た時はなんか物が詰まってんのかなと思ったんですけど、こうやって中を見てみると、もう何もないですね。ほとんどもう屋根が落ちて、もう外壁だけ残ってるような感じですね。本がいっぱい見えます。どれぐらいの時代かちょっとわからないですけども、カラーの本ですね。でなんか書いてる。ここにあの雑誌がありました。ちょうどこの下にあって、ちょっとそれを撮ったもんですけども、エイプリル1949年、戦争が終わって4年後ですね。ドライミルク。婦人生活。幸運になる道。そういう本が。ナショナル洗濯機、8枚のワイシャツがたった15分で、若い人、まあ歴史のあれですね。大体あの1949だから戦時中には存在した建物だということが分かりました。おそらくそれ以降は戦争が終わってから、まあ、人はいなくなったような感じだと思います。だからもう大正江戸、まあ、それ以前江戸時代か。江戸時代の家。これあの五右衛門風呂ですね。で、神社に行きます。ほんまにこの道、大丈夫かな。
ここにもね、おそらく家があったんでしょうね。すごいな。で、ちゃんとね、この神社を案内してるんですよね。まあ、本当に昔はこの辺賑やかだったんですよね。もう家がずらーってこの神社に向かって、で、この上にもね、おそらく家が建ってたんでしょう。昔は結構重要な道だったのかもしれないですね、これ。野生のイノシシがいました。野生のね、多分イノシシだと思います。一目散にどっかに行きました。行きましょう。この先に鳥居が見えます。
な感じですね。まあでも結構やっぱハイキング、まあ登山系の人がねここ来るみたいです。やっぱちょっと道がねどうしても悪いので、そういう登山ウェアとかね、あの靴シューズね履いて、まあ、来た方がいいのかなと思います。ものすごいですね、まあ、イノシシとかいるのであれですけど、まあ本当にあの昔というか僕が前2年前ぐらいかな来た時は案内板みたいなのはなかったんですけど、何でしょうこれ、人間関係以外これより住まないでください、彼らは人をキャッチし衛生的にどうし、なんじゃこりゃ、人間以外は入らないでください。まあ今日はちょっとこんな感じでお届けしました。まあ、もう一回行ってみようかなと思ったんですけど、観光スポット的な感じでちょっと開発されるというか、まあ案内されたりしてますね。ちょっと日が暮れてきてるので今日はこの辺で終わろうかなと思います。でちなみにね、このまだ先にね、なんていうんですかね、なんか灯台じゃないですけど名前忘れたんですけど、あの光るやつ、光る神社とかにある光る灯火みたいな、あれね、なんか このエリアから、まあ、玉野市の山の中なんですけど、から、どの辺かな、林島かな、まあ、林島の方ぐらいまで見えてたらしいですね。それをめがけてみんなここに集まって、まあ、参拝したりとかいう感じでね、特にあのお正月とか、まあ、そんな感じだったのかなと思います。はい、今日はまあこんな感じで終わります。よし。ここから帰るのがまだ大変やな、はい、で先ほどの来た道ですね、初回の道、ほらこんな感じで絶景が見えるという感じになっています。この下が玉野ですね。で右一番奥に見えるのが日比かな、工業地帯、造船所が見えます。どうでしょう、すごい見事な眺めです。チューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。